皆さんこんにちは、ヤッホーカレンです。ランチリップ編集部のようこです。さあようこさん、本日はアシックスの新作シューズ S4 のローンチイベント来てるんですよね。やってきました。なんと試し履きも今日はできるということで、うん、早速行ってみましょう。レッツゴー。今日はサブ4ランナー向けの新しいシューズ S4 をお披露目させていただきます。そして今回はシューズをローンチするだけではなく、サブ4を達成するためのトレーニングコンテンツ、そしてサブ4を実現するレースも用意いたしました。サブ4達成への挑戦をテーマとした特別フルマラソンレース、チャレンジ4を5月に東京と大阪で開催いたします。優れた反発性を発揮し、レース後半に至るまで安定した足運びをサポートいたします。今週の2月9日からアシックスオンラインストアで先行発売をスタートし、2月の23日からは一部店舗を除くアシックスの直営店、そしてスポーツ用品店などで販売をいたします。 S4 というのが4つの S を兼ね備えた一足であると。この4つの S というのがスピード、スタビリティ、セーフティ、そしてサブ4。このシューズはすごく安定しているので、サブ4のランナーにとってはすごく安いシューズだなというふうに思いますし、あとかかとから着地をしようというふうにすると、もうライドシリーズと同じようにコロンと推進力を得られますので、そうした意味ではかかと着地のランナーにはすごく合うシューズなのかなというふうに思いました。すごくしっくりくる走り心地というか、でスムーズに重心移動ができるような感覚というのが最初から得られて、もう今までも履いてたかのように私にはしっくりきたという感じがしました。見た目がすごくメタスピードに似てるんですけれど、本当にちょっと違うんですよね。メタスピードの場合は本当にここら辺でこううまくつくことによってどん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 弾んでいくんですけれど、はい、このシューズの場合どちらかというと、こうちょっとかかとから入った方がその復元性というか、なんかこのコロンと転がるような感じでこういくので、はい、そうしてみればトップ選手が継続的に使うという点ではちょっとタイプが違ってきて、やはりそのサブ4向け、またあとサブス 3.5そういうところの人たちにとってすごくいいシューズなのかなというふうに思います。ようこさん走ってきましたけれども、どうでしたか S4、すごい推進力を感じられるシューズで、やっぱりそのカーボンプレートが搭載されてるっていうことなんですけど、しっかりと安定感があって、なんかレース後半30キロ以降とかも足持ってくれるんじゃないかなっていうようなフィーリングをちょっと感じられたシューズでした、ね、期待大ですね、このそしてデザインすごいかっこいいですよ ねこうね、サブ4シューズっていうと、なんかここ初心者向けのようなデザインのものもあったりもするんですけど、結構気持ちの上がる、ね、デザインっていうのもまたいいですよ ね。これが勝負シューズだというようなデザインになっていて、気持ちが本当に上がりますよね、で広田社長のお話にもありましたけれども、サブ4を目指す向けのシューズって、私もなんかないのかなってずっと思っていたものが、このように今日リリースされて、もう本当に感動しながら話を今日は聞いていました、まさにね、カレンちゃんのためのシューズが出ましたって感じです。ってことでもいいですかそう、我々は東京マラソン2023、走らせていただくんですけれども、ようこさんもね、一緒にね、そのシューズで、はい、走りたいと思います。よろしくお願いします。一緒にサブ4、はい、クリアしましょう。よろしくお願いします、はい、そしてですね、チャレンジ4というね、サブ4の目標達成向けのレースも今後開催されます。大阪、はい、東京2拠点で開催されますので、さあということで、本当にレースサブ4に向けていろいろ私もこれまでシューズ悩んできたんですけれども、ここでこのサブ4向けのシューズ出会えて本当に良かったです。ありがとうございます、ね、あと1ヶ月本当に感謝しつつ、この子の気持ちを込めて、一緒に走り抜きたいなと思っています。そしてサブ4を目指しているあなた、一緒に頑張っていきましょう。頑張りましょう。ということで、この動画面白いなと思った方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。そしてね、コメント欄にもコメントお待ちしています。お待ちしてます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。